にちは、いなこです。今日はじゃん、こちらドラッグストアでお買い物をしてきたので、こちらの購入品紹介したいと思います。今回は松本清でお買い物をしました。いろんなところのドラッグストアに売っているものとか、松本清のオリジナルブランドみたいなのもあったので少し買ってきました。お家で使う日用品とかコスメ系とか、体に優しそうな食品とかも買ってきました。まずは日用品から紹介します。じゃん、ボタニカルウイルス菌除去スプレーということで、これは松本清オリジナルの商品なんですが、抗菌作用4週間持続ということで、液体をスプレーするものなんですが、シュッシュッシュってやるだけで抗菌作用4週間も持続するってすごくないと思って、ウイルスがいないかみたいなのって目で見えないから効果あるかどうかは検証できないんですが、こんだけ歌ってるってことは効果があるっていうことなんだろうなと思って買ってみました。リビングとか子供部屋、寝室、トイレ、浴室、キッチン周り、下駄箱、ペット用品などにということで、全てのウイルス菌に効果があるわけではありませんって書いてありますが、生ゴミの捨てる場所とか、嘔吐しちゃったものとか、掃除した後にシュッシュッシュってやったりとか、消臭効果もあるっていうことで、こういうソファーの布とかにも使えるし、床とか壁にも使えたりとか、ウイルスとか菌とか気になるよみたいなところにかけまくればいいんじゃないでしょうか。お、結構出ますね、1回で。おー、なんかすごいシュッシュしやすい。消毒っぽい匂いをかすかにするけど、なんかすぐ消えるっていう感じ。無香料ってめっちゃいいかも。外から帰ってきた服でそのままここに座ったりとか、バッグとかをねソファーに置いちゃったりとかってうっかりあると思うんで、結構気をつけないとね、ウイルスとか菌とか溜まりやすい場所になっちゃうかなと思うんですよね。こういうのでウイルス菌除去できるのいいですね。しかも香りが全然気にならない。いいじゃん、いいじゃん、いいの見つけた。あとはこれも松清オリジナル商品なんですが、耳が痛くなりにくいマスクということで、普通サイズと子供用、女性用みたいなのあったんですが、一番大きい普通サイズを買ってきました。布マスクもね愛用してるんですが、主人とかはこういう使い捨てマスクが好きみたいでストックしてあります。人が多い場所に行くときは使い捨てのマスクを使ったりもします。はい、こんな感じで入ってます。ちなみにこれ1枚1枚個包装になってるやつもありました。これは30枚ぐらいずつ2つに分かれてて袋に入ってます。はい、ということで耳が痛くなりにくいということなんですが、ゴムの部分が普通のマスクよりも太くて柔らかくてよく伸びる。確かに痛くならなそう。お、いいいい、薬っぽい匂いがするけれども、そんなにすごい嫌な匂いってほどでもない。いいじゃないですか。あとはじゃん、こちらキュキュッと泡スプレー買ってきました。ここ何ヶ月かでリニューアルされて、さらにこう洗浄力がアップしたみたいな記事を読んだんですが、娘が保育園に水筒持っていくのに水筒を毎日洗うんですが、スポンジじゃちょっと届かないような場所があるんですよね。ほうじ茶か麦茶入れるんですが、茶色い色素が落ちなくなっちゃってたりとかして、キッチンの泡ハイターで漂白したりもするんですが、毎日やっぱりスポンジじゃ届かないところをちゃんと洗いたいと思って、泡スプレーあった方がいいなと思ってついに買ってきました。オレンジの香りと、あとグレープフルーツの香りもあったかなと、無香料タイプがあったんですが、オレンジの香り使ってみようかなと思って買ってみました。ここに書いてあるように、お弁当グッズとか水筒とかストローとかミキサーの刃などって書いてあって、汚れがひどい時はしばらく置いてからすすぐ時にちょっと軽くこすって油水でくださいって書いてありますね。水筒以外にもすぐ食器洗えないよみたいな時に、このスプレーをシュシュシュってやっておくだけで汚れがねこんなにこびりつかず持ちやすい状態で放置できるのでいいんじゃないでしょうか。食器用の洗剤もキュキュッと使ってるんですが、キュキュッと一番使い心地いいなと思っているので、同じキュキュッとの泡スプレーを買ってきました。あとは夏に必要なもの、虫除けスプレー買ってきました。クマキラーのスキンベープ、お肌の虫除けスキンベープミストということで、娘の保育園の周りとか家の周りにも蚊がすごくて、虫除けなしでは夏を過ごせないっていう感じ。刺される時は刺されるんですが、やらないよりはね絶対やった方がいいと思うので今年も買ってきました。去年もずっと使ってて、娘もね喜んで使えるようにこのキティちゃんのやつを買ってきました。娘も主人も私も共同で使うように買ってきました。あとは美容系のものなんですが、これはリピート商品です。ロレアルパリのエルセーブエクストラオイルということで、洗い流さないヘアトリートメントオイルです。詰め替えタイプです。こういう瓶でロレアルパリのオイル売ってるんですが、瓶捨てるのもったいないなと思っていて、詰め替えタイプあったらいいなと思っていたところあって、
それからねずっと詰め替えタイプを買うようにしてます。ロレアルパリでもいろんな種類あってサラサラになるやつとかこってりしっとりするよみたいなのとかいろいろあっていろんな香りもあると思うんですが、私はね潤いマークがいっぱいついてるやつを買うようにしてます。年齢なのか髪がねパサつくようになってきたんでね潤えば潤うほどいいと思ってます。あとはコスメ系なんですがアルジェランオーガニックリップスティックシトラスアロマの香りということで、これネットで高評価されてて使ってみたいと思って買ってみました。オレンジのオイルが入っているんですがオーガニックで天然成分で作られたリップクリームということで肌に優しそうって思って買ってみました。パッケージがとってもシンプルで素敵。中はこんな感じで普通のリップですね。すごい潤う感じがします。そんなに高くないけど高級感ありますね。あとはキャンメイクのリップ買いました。ステイオンバームルージュ20番っていうやつで、はい、こんな感じの色です。ちょっとベージュがかったピンクみたいな、そこ塗ってみよう。はい、こんな色、オレンジベージュみたいな肌なじみ良さそうな色。あ、めっちゃいいじゃんこの色。塗ってみてこう自分の肌の色に合いそうと思ってこの20番を買ってみました。あとはこれもキャンメイクじゃん、ラスティングリキッドライナー04番ということでカカオブラウンっていう色です。新しめの色だそうです。キャンメイクのアイライナー使った記憶があんまりないんですがちょっと使ってみようかなと思って買ってみました。ちょっと書いてみよう。茶色すぎず黒でもないみたいな優しい感じの茶色ですね。あ、良さそう。細いので描くときもね細くねアイラインが引けそうでいいですね。しかもウォータープルーフっていうのもいいですね。お湯でオフできるんですって。美容液成分も配合してるんですって。すごいいい色な気がする。食品買いました。まずこちらイージーファイバー乳酸菌プレミアムっていうことで、はい、こんな感じで入ってて1回分の量ずつスティックになって入っているってやつで、1袋あたり食物繊維が 4.8g 入ってるんですって。独身時代よく使っててここ最近買ってなかったんですが久しぶりに使いたいなと思って買ってみました。ヨーグルトに混ぜたり水に混ぜたりコーヒーに混ぜたりして取るものなんですが、食物繊維を取ると何がいいかってお腹の調子を整えてくれたりとか、食物繊維を摂ることで食事をする時の血糖値の上がり具合がちょっと緩やかになってくれるっていうことがあるんですよね。野菜とかこんにゃくとかキノコ類とかねたっぷり食べれば食物繊維は摂れるんですが、こういうねお手軽な機能性表示食品もちょっと使っていこうかなと思って久しぶりに買ってみました。アイスを食べるでも血糖値を緩やかに上げたいみたいな時にこれをちょっとアイスに振りかけてね食べるんですよ。そうすると罪悪感がちょっと減るみたいなところで、甘いものを食べる時にね使ってたんですよね前。イージーファイバーっていう食物繊維だけのバージョンもあるんですが、乳酸菌が入ってるバージョンっていうのをね今回初めて見て買ってみました。より腸に良さそうですよね。あとはこれは松本清オリジナル商品なんですが、糖質 70% オフビスケット 50g 入りっていうことで、1袋 50g 食べても糖質 6.3g しかならないんですって。すごいいいですね。これも食物繊維たっぷり、1袋あたり201キロカロリー、タンパク質 5.7g、 脂質 11.8g、 糖質 6.3g で食物繊維 23.3g、 食物繊維 23.3g も入ってるんだ、すごい。でこれとあとさらに糖質 70% オフビスケットのメープル味とチョコレート味も売っていたのでこれも買ってきましたということで3つ買ってきました。豆乳味は糖質 6.3g で、チョコレート味が糖質 5.9g で、メープル味が糖質 8.8g っていうことで、チョコレートが一番低いですね糖質。ダイエットしてるけど甘いクッキーが食べたいよみたいな人にはもってこいのものですね。ダイエットはしてないんですがこれ以上太らないようには気をつけないといけないので、まあこういうねヘルシーですよみたいなお菓子を取り入れてやっていこうと思いまして買ってきました。豆乳味食べてみます。結構たっぷり入ってる、こんな感じです。いただきます。おいしい。ほのかに甘くてさっぱりしてる。普通のビスケットよりは甘さ控えめで脂質も控えめっていう感じ。チョコレート食べてみます。形はさっきと一緒。いただきます。ココアのほろ苦さがいいですね。ほのかに甘い、自然な砂糖の甘さをちょびっとだけ入れてるっていう感じですね。そしてこれはメイプル味、これも形は一緒。いただきます。
メイプルと蜂蜜どっちも入ってる。豆乳味が一番さっぱりしてて素朴な味。普通のクッキーに比べたら全然甘さ控えめだけども、一番甘いなって思ったのがこのメイプルで、このチョコレートはココアの苦味がいい感じ。それぞれ美味しいです。低糖質クッキーで言うとスナオっていうクッキーが好きで、バターの香りも感じるしね、結構甘いんですよね。スナオが好きでよく食べるんですが、ちょっと飽きたなみたいな時にこれ食べるのいいかなと思いました。あとはクリーム玄米ブラン、今日初めて知ったんですがタンパク質 10g も入ってるんですね。レモン味とかメープル味とかブルーベリー味みたいなのいろいろありますが、私はこのクリームチーズ味が好きなのでこれを買ってきました。まあ、ちょっとした朝ごはん食べてもう一口何か食べたいよとか栄養取りたいよみたいな時食べたいんですよね。普通のお菓子食べるよりはこういうの食べた方が栄養も取れてタンパク質も取れて罪悪感がねちょっと薄れるということでね、こういうの食べるようにはしてます。はい、ということで今回はドラッグストアの松本清で購入したものを紹介してみました。今回も素敵なものがいろいろ買えて満足です。何かの参考になれば嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。